新たなステージへ。平野章、元優太神宮寺・優太の挑戦とその絆。カリスマ3人の新挑戦。平野翔が元優太をいじる理由とはキングプリンスから飛び出し、新たな道を歩み始めた神宮寺・優太元優太平野翔の3人。彼らの新たな挑戦は、多くのファンに希望と興奮をもたらした。 中でも彼らの強い絆、特に平野翔と岩優太の関係性は多くの注目を集めている。平野の騎士に対するいじりは彼らの親密さの証として多くのファンに微笑ましく受け止められている。まるで小学生男子のじゃれ、愛みたい、愛があるからこそのいじり、心を許した相手にしかできないこと、ファンたちは口々に彼らのやりとりを称賛し、 ナンバーアンダーライン愛の中の良さを象徴するものであると解釈しているようだ。確かに、騎士はいじられるのが好き、いじってほしいと公言している。平野のいじりも主にグループ内、つまり心を許した相手に向けて行われているように見える。そして彼がいじった子、騎士のリアクションによって場が和み、大きな笑いにつながることも少なくない。 これらの事実を踏まえれば、平野のいじりは少なくとも悪意に基づくものではないと言えるだろう。しかし、それでもなお、拭いきれないもやもやが残るのはなぜだろうか。例えば、トゥーヒーローズ配信での ITSMe パフォーマンス時、神宮寺の前に平野が被るように立ってしまったシーン。ファンの中には、かっこいい神宮寺の姿を見たかったのに、 と残念がる声も上がっていた。これは悪意のないいじりが時に意図せず誰かを傷つけたり、不快な思いをさせてしまう可能性を浮き彫りにしていると言えるだろう。さらに仮に騎士がいじりを望んでいたとしても、それが本当に彼にとって心地よいものかどうか私たちは断言することはできない。もしかしたら彼はグループのムードメーカーとして、 求められる役割を演じているだけなのかもしれない。平野との関係性の中で無意識のうちにいじられ役を演じることを強要されている可能性も否定できない。いじりといじめの境界線は曖昧だ。特に言葉の選び方、声のトーン、場の空気などによってその意味合いは大きく変わる。平野自身、 言葉のチョイスが少々下手であることを自覚している節も見られる。ナンバーアンダーライン愛として新たな道を歩み始めた今、彼らはアラサーという年齢に差し掛かっている。だからこそ、これまで以上に言葉の持つ力を意識し、より成熟したコミュニケーションを図っていく必要があるのではないだろうか。過去のファンクラブ動画でメンバーがいじるのやめると言った時、 騎士はやめないでそれがなかったら俺はどうやって生きていけばいいと発言していた。これは彼がいじりを必要としていることを示唆しているようにも見える。しかし別の見方をすれば彼はいじられキャラから抜け出せないある種の呪縛に囚われているとも考えられる。また一部では騎士が過去に岩橋元気に対してもいじり、 に近い行為をしていたという話も聞かれる。真偽は定かではないが、もしそれが事実であれば、彼のいじられ上手は、ある種の防衛本能、もしくは自己防衛のための処生術として身につけたものなのかもしれない。平野のいじりに対する反応も様々だ。面白い、微笑ましいと好意的に捉えるファンがいる一方で、見ていて辛い、不快に感じる。 という声も少なくない。これらの意見はどちらも尊重されるべきであり、いじりに対する感じ方は人それぞれであり、正解はない。重要なのは、平野と騎士、そしてナンバーアンダーラインイのメンバーがお互いを尊重し、信頼し合っていることだ。その上で、彼らはどのようなコミュニケーションの形を選択するのか。それは、彼ら自身が決めることであり、 ファンは彼らの決断を尊重し、温かく見守っていくべきだろう。彼らの未来が真の絆とリスペクトに満ちたものであることを心から願っている。彼らの未来が真の絆とリスペクトに満ちたものであることを心から願っている。その一方で、平野のいじりは、ファンにとって彼らの関係性を知るための重要な手がかりとなるのも事実だ。例えば、 騎士が CD を400万枚買ったと平野に言ったとき、平野は一瞬信じてしまったというエピソードがある。これは彼が普段から騎士の特許子もない行動や言動に慣れていることを示唆しており、彼らの間にある深い信頼関係を垣間見ることができる。また、平野は神宮寺に対しては、騎士に見せるようないじりをすることは少ない。 これは彼がそれぞれのメンバーとの距離感、関係性に合わせてコミュニケーション方法を変えていることを示していると言えるだろう。平野は騎士に対しては甘え、神宮寺に対しては信頼を寄せているという見方もできるかもしれない。彼らの関係性をより深く理解するためには、彼らの言葉だけでなく、表情、態度、視線など、 言葉以外のコミュニケーションにも注目する必要があるだろう。ファンは彼らの細かな変化も見逃さない鋭い観察眼を持っており、騎士を見る時の平野の目はどこかニヤニヤしている神宮寺に対しては信頼と友情を感じる眼差しだといった分析をしている。もちろん、いじりはあくまでも彼らのコミュニケーションの一面に過ぎない。 ナンバーアンダーライン愛として活動していく中で、彼らは様々な困難や課題に直面するだろう。しかし、彼らが築き上げてきた強い絆があれば、どんな試練も乗り越えられるはずだ。重要なのは、彼ら自身が自分たちの関係性に満足し、心地よく活動できていることだ。ファンは、彼らの選択を尊重し、温かく見守っていくことが大切だろう。 平野のいじりは時に賛否両論を巻き起こす。しかし、それは彼が騎士を特別な存在として見ているからこそであり、彼らの強い絆の裏返しと言えるのかもしれない。ナンバーアンダーラインアイとしての新たなスタートを切った彼らは、これからどんな景色を見せてくれるのだろうか。ファンは彼らの未来に大きな期待を寄せている。 もしかしたら、より幅広い層に受け入れられるよう、表現方法を工夫するかもしれない。あるいは、あえてこれまで通りのスタイルを貫き、ナンバーアンダーライン愛らしさを確立していく道を選ぶかもしれない。いずれにしても、彼らの選択は、常にファンからの熱い視線にさらされることになるだろう。しかし、平野、騎士、神宮寺、三人の間には、 揺るぎない信頼関係がある。それは、共に苦楽を共にしてきた十年間で培われたかけがえのない絆だ。いじりは、時に誤解を生み、摩擦を引き起こす可能性もある。だが、それは裏を返せば、それだけ彼らの関係性が濃密であり、本音でぶつかり合えることを意味しているとも言えるだろう。真の友情とは、常に穏やかで優しいだけではない。 時にはぶつかり合い、意見が対立することもあるだろう。それでもなおお互いを尊重し、理解し合える関係こそが、真の絆と言えるのではないだろうか。ナンバーアンダーライン愛の三人は、これから先も様々な困難に直面するだろう。しかし、彼らには、互いを支え合い、高め合ってきた十年間の経験がある。その経験は、 彼らにとって何者にも変え難い財産となり、未来を切り開くための羅針盤となるに違いない。ファンは彼らの挑戦を見守りながら、彼らの成長を喜び、共に新たな道を歩んでいくことだろう。